きでメイクが終わって今からヘアアレンジに移ろうかなと思います。はい、ということで早速始めていきます。まずね、前髪を、取り分けて今回ちょっと薄めにしてみました。で、分け目をねこうやってちょっとぼかしてあげます。はい、で、ヘアアイロンを入れていきます。今回は、ちょっとストレート気味にしようかなって思うので全体に入れていきたいと思います。で、このストレートアイロンね、私すごくお気に入りのアイテムで、サラニアっていうすごく有名なメーカーなんですけど、お値段もすごくお手頃だし、何より使い勝手がすごく良くって、これも2つ目ぐらいかな、はい、です。結構最近買い替えて、この色がね気に入ってます。ちょっとベージュっぽい色味というか。で、サロニアは前髪をねいつも仕上げる時にすごくやりやすくて重宝してるんですけど、前髪だけじゃなくて、あのこうやって後ろの髪の毛をねストレートするのもすごく向いてるし、温度も、ね、200度ぐらいまで上がるのでかなり使いやすいです。あのメイクさんとかでも結構このサロニア持ってる人多いイメージですね。で、ちょっとシミュレーションしつつ、使う道具を出していきます。で、まずはワックスをね手に取っていきます。で、持ってこのなんていうの、上の髪の毛をちょびっと取って、またワックスをつけていきます。はい、これはねちょっとパサつかないように髪にまとまりをね持たせてアレンジしやすくしていきます。そしたらこんな感じで、こうなんていうの、ねじりヘアアレンジっていうんですか、髪の毛をこうねじってロープ編みっていうのをしていきます。で、これすごい難しそうに見えるんですけど、今ちょっと矢印がちょっと出た通り、外側に来た毛を内側にこうねじっていく感じでやっていくとすごい簡単にできるので、ぜひやってみてください。結構これを習得するとかなりヘアアレンジのね、あの幅が広がって、何にでもこのねロープ編みは使えるのでおすすめです。で、ロープ編みができたらこんな感じで下からちょっとずつね引き出していってあげます。これをすることで、あのちょっとラフな印象になるし、ちょっとねこじゃれた感じというか、はい、やっぱ引き出すのってすごい重要だなって思います。こんな感じでちょっとずつちょっとずつね全体のバランスを見ながら引き出していってあげます。引き出し終わったらこの黒いプチゴムを使って、先端の方をね結んでおいてあげます。はい、そう、こんな感じでできました。で、ちょっとねこれだけだと不思議な感じなんですけど、気にせず反対側もね同じようにやっていきます。で、また2つに取って、ロープ編みをしていきます。先ほどと同じように外側に来た毛を内側にこうねじねじしていくイメージでやっていくと習得しやすいかなと思います。結構慣れるとほんと簡単にできるので、本当にこのねじり編みっていうんですかはね、あのできた方がかなりいいと思います。本当にヘアアレンジの幅がとても私はこれで広がりましたね。はい、で、同じように下からちょっとずつ、広げて髪をね引き出していきます。はい、これね結構引き出しすぎると後に戻れなくなってやり直しになっちゃうので、ちょっとずつね本当に慎重に慎重にやっていってあげてください。で、こっちも結びましたら、続いてはねこれを下にね結んでいくんですけど、ここで一つポイントがあって、この後ろの髪の毛下の部分、なんて言うんだろうな、4分の1ぐらいかな、髪の毛のここをねちょっと残しておきます。で、上の髪は邪魔にならないように今止めようとしてますが、なかなか止まりません。いや、そのコームでは無理ですよね無理でしょそれ。はい、諦めました。諦めてせっかくストレートかけた髪を結んじゃいます。はい、はい。そしたらね、ここでまた、今黒いプチゴムを探してます。はい、これです。で、あ、そう、耳のこの前の毛ね出すとね雰囲気が出ていいですよ。で、先ほど結んだ髪と一緒に後ろに残ってるね少量の髪も一緒にこんな風に結んでしまいます。はい、こうすることですごくねすっきりして、夏場でもね結構首元に髪がつかなくてとてもおすすめです。で、先に結んでおいた
ねじり編みをした部分のゴムは取っちゃいます。はい、こんな感じで結びましたら髪をね戻していきます。はい、意外にね上に髪がかぶさると結び目も気にならないので私はいつもやってますね。そしたら再度ねこの引き出しをね整えて全体のバランスをとっていきます。はい、ここもね慎重にやってくださいね。はい、そしたらねある程度今終わりましたね。はい、でちょっとワックスで今手がベタベタしてるのでちゃんとね手を拭き取りましょう。はい、でさっきね耳のこの上の毛を残したんですけどここにこうアイロンを入れてカーブを出していきます。最近この耳上のねちょろ毛を出すのすごい流行ってると思うんですけどやっぱここを出すのと出さないのじゃ雰囲気が全然違うので私は最近すごくここ出すのにハマってます。はい、で前髪の作り方ちょっと新規編バージョンが始まりました。まずはですねとにかく少量を取ってこうアイロンを入れていくのがポイントで、分け目の右側の前髪から入れていっています。私は結構癖っ気なのでこんな風にしっかり根元から入れて、下の方はしっかりカーブしてあげるようなイメージでやっています。はい、できましたね。続いて左側の方、まずこの真ん中のあたり、ここが一番ね肝となる部分なので慎重にねカーブを入れていきたいと思います。はい、で、あ、そう、癖がね内側出やすいので内側は結構しっかりめにこんな感じで今アイロンを何回かねちょんちょんちょんって入れてたと思うんですけどああいう感じでアイロン入れてあげると癖もねしっかり伸びてくれます。はい、これですね今ちょんちょんちょんって根元に、はい、入れてたやつ。はい、で、ある程度カーブが作れたら今度は外側の前髪、ここは前の私の動画でも出したんですけど前髪の外側はあんまりカーブをねきつくしないのがポイントです。で、熱が冷めないうちに指を使って微調整します。アイロンの形状ってこう熱が冷めてる時に一番形状を清くするらしいのでねぜひやってみてください。で、急遽ちょっとここでなんか物足りなくなってヘアアイロンで巻くことにしました。はい、この日はねコテは持ってなかったのでアイロンで巻いてます。はい、唐突に始まりました。そうそう、とにかくカーブをきつく入れるとストレートアイロンでも巻けるし、とにかくこのサロニアがねこう形状がちょっと丸みがかってるのでストレートアイロンにしてはすごい巻きやすいんですよね。そうで、毛先をこうやって緩く巻くぐらいなら全然ストレートアイロンでできちゃうので、はい、ちょっとね、そうそう、左と比べるとわかると思うんですけどこれならね、こう朝の時短にもなるのでこの方法はおすすめです。できた。で、ここからが大本命のこのスプレー、私が大好きなケープの紫で固めていきたいと思います。このスプレー本当に大好き、もう100本ぐらい使ったんじゃないかな本当に。いつか私の夢はですねこのケープさんとコラボして自分のライブを行うことなんですよはい、あ、ごめんなさい、前髪、はい、あ、スーパースプレータイム始まりました。こんな感じでティッシュを使って、スプレーします。はい、やっぱり根元はねしっかりと固めないと形状が崩れてしまうので特に神経を使って、で、表面も固めて続いてサイドですね。はい、で、ちょっとスプレーが終わりかけでねブシューって復活しました。はい、しっかり固めていきます。そしたら肛門の後ろ側を使ってちょっとね微調整をかけていきます。そんで微調整終わったらこんな感じで前髪とおでこの隙間にねティッシュを入れ込んでしっかりとカールした部分をね固めていきます。はい、で、再度固まったか念入りにチェックを行います。さらに微調整をして最後にですねこのコームの後ろ側にこうスプレーをかけて、で、やっぱ出ないんですね、スプレーが。イライラしてますはい、で、スプレーかかった状態のコームでこう前髪のね、最後の調整をしていきます。はい、というわけで300年後、というわけでヘアメイクが全部完了しました。こんな感じで自分でメイクと、ヘアセットするときはやってます。今日はストレートで行こうかなって思ってたんですけど途中からやっぱり
巻いた方がこうバランスが出るなと思って、急遽ストレートアイロンで巻きました。髪型は今日さっきねどうしようかなって考えながら決めたんですけど、結構簡単にできるヘアアレンジで、首の後ろをね結ぶことによって夏場でもこう汗とかがこう髪につかないような、こう夏でもできるおろしのヘアアレンジになったんじゃないかなというふうに思います。というわけでこれから撮影があるので、そちら